さん。さあ来ましたね。一番おお危ない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 。鈴木選手今接触しそうになりましたね。そうですね。安西選手と危うく接触するそんな感じでしたから。できてますね。これはもう第一パートの攻防は楽しいですが、スイッチが本当に後ろちぎってるとラッキーの可能性ありますよ、ね、おっと今あっと当たったぞ。なんかおーすじさんいいよ、すじさんうまい。今圧巻の走りを見せてもその後を続くのが長谷川。そうですね。ここまでワン、ツー、スリー、フォー、安西までが今4位に入ってる。次のラウンドに進む可能性がある。今現在、鈴木トップ。この画面に一番右側ですね。ちょっと止まってんのかな。スローダウンしてますね、今長谷川が迫ってるみたい。そうなんですけど、風がないのかな。あ、登りきれないんだ。なんとか回った。でも後ろが厳しいか。後ろ厳しいですね。その後ろの選手も厳しいか。さあ長谷川が一人ひた走る。風が触れたのか。その関係はこれありますか。ちょっと変わったのかもしれないですね。この上の方は風を置くと確認してますので、もしかしたらスタート後にちょっと変わったのかもしれません。さあ今カメラが捉えているのはセールナンバー127番長谷川。このレースキャンセルですね。セバラセナンバー6位。そうですね。スタートさあ今現在ちょっとスーッと抜けてきたのはやはりアナミ健太。見てますよ、北原選手も見てますよ。さあこれはコーチがクロスしたが、さあ穴見てみ
と2人じゃ、あ、そうそうそう、チーム。あと2人じゃ。さあ、ここで足が原もいいでしょ。いいですね。足が原も、立ち上がりが早い。早かったですね。今現在、ブルーのセール、北原選手。北原。ええ。それでは、海星でセダンの。さあ、ここは今、ワンツーですね。ワンツー。はい、順当な感じで来てます。まあ、いずれにしろ4位までに入れば次に行けるということですからね。ここはあの各選手無理をしてこない場面だと思うんですよ。まあ、北原選手。北原が今トップ、そしてその後を売るはあるんですね。少しだけ登ってるような感じになりますね。ギリギリですね。あ、本当、本当ですね。ギリギリ、はい、ですから上りにちょっと有利な選手が追いつける可能性があるんですよね。そういうことですか。今来てますよね。北原がずーっと近づいてきました。来てます、来てます。鼻毛健太がちょっと苦労してる感じがありますね。北原、下から狙うと。さあ、来ました。下から来ますね。これで気にしない。カメラのブローが来た。鼻毛健太のところに今ブローが入ってきた。入った、入った。Thank you.
前の選手はちょっと間違えて走っちゃってる可能性が高い。そうですね。次はみんな綺麗にセカンドマークをしてますね。さあ今現在トップ鈴木、トップ鈴木のマークを回れ。さあそして5位がまでが3位で、この選手が440中島的ここまでが勝ち上がる450ですね。450あるんですね。そうですね。ちょっと勘違いして走ってしまうというのも、さあ、トップは画面一番右のブルーの鈴木選手。そうですね。そしてもう左側に長谷川選手の方が速いですかね。はい、選手めちゃくちゃ下らないといけない。かなりクルダウンだと思います。さあ今の鈴木選手が走ってるレースは上りになるということですかね。そうです、上ってると思いますね。乗り方が、さあ鈴木選手今トップ、かなりクルダウンになりました。いい走りを見せてくれてますよ。風が強いんですが、角度が変わったっていうことですかね。さあトップは鈴木選手、今フィニッシュ。2番手の選手は間違っていると思われます。そして側は佐野のりをいいスタートをして、そしてその上側に山田、はい、山田が次は山田いますね。さあ佐野もジャストスタート、いいスタートを切っています。次だと思いますね。ここは一気にスピードを上げてきましたね。はい、後続を引き離しながら今はファーストバンカーね、そしたら今山田紀子、ここは綺麗に最高。そして次は国が、あ、そうですね、国が深夜ゴーシー、はい、続いては鈴木、鈴木今いいをついた、まあね、そして長谷川はちょっと振られたぞ。そして中島元子のようですね。さあ今トップ浅野のり、登ったのはギリギリコー
エリキュールが延期ということですか。はい、キャンセルですか。はい、やり直しですね。さあ、これじゃあマークをまた打ち替える可能性があると。打ち替えますね。打ち替え、はい、打ち替えての再スタートになりますね。次は第4回が、ね、第4回上がった、スタート。朝の今出方にいます、出方にいます、はい、そしてその後ろ国枝、山田、中島ヒット。これもうこのまま順当にいくと浅野選手は来た。さあここは一騎打ちっていうか3人並んだ。ゴーシが下から来た来た、もうわからない。さあ画面上だとゴーシが下から、赤い選手が今下の方に来てます。さあ有料スタート、さあこれはドンピシャ出たんじゃないかな。さあこれは真ん中から来るのが一番手前の田島ですね。下に来たのが一番75番の田島、ね、はい、そして穴見が、あ、穴見健太が手前で、その田中の穴見友のですね、兄弟で今一つ争ってますね。赤のセール、はい、赤のセール一つが前に、はい、トモノリが出てきましたね。はい、60、はい、それから60、アナミトモノリ選手が前に出て、その後ろがアナミケンタ、さあ今、アナミマーク難しいですよ、ケンタちょっと跳ねてる時に。さあそして、ブランに田島、中井、北原となってますね。さあ中井選手ちょっとポケットに入っちゃったか、ね、さあでもプレーニング入った、あと1人チーズ。は JPN60、 穴は穴見智則選手対抗、そして穴見健太、そして中井選手が今来た、そして北原、ここまではワン、ツー、スリー、4位までのファイナル進出。さあ現在トップ、アナミ、スイングが今、アナミともにうまかったですね。パンクにしていくんですね。
し南海の方に、そして北浜、これは要するに順当に行けば、ね、このワンキングに行くと、はい、さあ、スローダウンしたぞ、インをついてきたぞ。あ、さあ、ここで4位争い、ま、さあ、4位争い、ここは北原逃げ切るか。そうだ、ここはもうどうなるか、北原逃げ切るか、体に来るか、ここ一騎打ちですね。そうですね、ファイナル行くかどうかですからね、うん、ここは見ものです。北原壮太、ここは攻めてきた、攻めてきた、攻めてきましたね、攻めてきました、そして上に登って、画面上で見たら鈴木選手がちょっと出ていたような、あの全体的に今あえてスタートラインにフルフルになっていて、やばい、ちょっと一気に待って、長谷川がススッと出てきましたね。長谷川がススッと、はい、赤と、ブルーと白のセリフですね。薄回り。さあ、長谷川2番手、そして、どうも、田中にしようか。後ろをぐーっと引き離しますよ。さあ、加速して。します。風が抜けるか、ダウンサイ
ちもうまいっすよ、ここは。走りを見せてくれてます。ですね。さあ、今フィニッシュ。さあ、順番とこの後、さらに、山田君と甲子が出てる。見せてくれてますけど、その上側の国枝も速いぞ、国枝も速いぞ、これ、あれ、ちなみに入るとやっぱりちょっと遅くなるんですよね。さあ、アナミ、こっから出てこれるのか。ゴーシーは赤すぎる。さあ、セルナンバー1番、ゴーシー。
甲子が入ってくるぞ、はい、さあ立ち上がる中止はどちら、山田だ、山田が速い、甲子はちょっとスローダウン、さあスローダウン高い、さあ待って甲子がパンプしてパンプして、引き離してますね。これ山田ですね。そうですね。はい、これ、はい、この映像は山田選手、ね、山田選手。はい、かなり引き離してますね。浅野ですよね。黙って、これは桐江が、そして、北原、そして穴見健太ですね。はいはい、トップで入ってきたのは山田、第3レーストップフィニッシュ、2番手は合志、さあこのまま行くと合志、そして中井、中井、さらに4番手、パンプしてますね、4番手、あれ打ってきたのかな、パンプパンプして、今穴見智則、はい、これは脇本さん大波乱が起きましたね、はい、第3レースなかなかあるんですね、そして朝野、今年今回ね、4番を抱えてる勝利したね、ジャパンカップ2023 Day3 本日3日目、そして、メンズクラスの第3レース、今ファイナル、続々と選手がフィニッシュしています、大波乱が起きました、大波乱が起きました、さあ今穴見健太選手がフィニッシュした模様ですね、これでジュニアをね